8時になりました。4月の IPO についてお伝えいたします。まず全体のスケジュールをお話しした後、個別銘柄のお話、最後に発音予想の順でお伝えいたします。まず全体スケジュールです。4月は10銘柄が予定されており、4月4日にトランザクションメディアネットワークス、12日はトライアルホールディングスと アイスペース。18日はジェノバ。19日はエキサイトホールディングス。20日は南海科学。21日は楽天銀行。25日はレオ,レオスキャピタルワークス。26日はスタジアムとリッチアイ。なお、北村ホールディングスは3月24日に上場中止が発表されております。 次に個別銘柄についてお話しいたします。トランザクションメディアネットワークスは4月4日に東証グロースへの上場です。トランザクションメディアネットワークスは電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスや端末の販売、開発などを行う企業です。会社の設立は2008年、主幹事は、えー、野村証券です。 公募価格は930円。当選株数は13 1300万株です。IPO のスケジュールはすでに抽選申し込みまで終了しており、ロックアップは90日間しっかりかかっている状態です。こちらが5年間の業績ですが、売上利益、ともに不安定な状態です。 2020年に売り上げが増えているのは、改正カップ販売法と軽減税率法、軽減税率などの改正で、端末の設置台数が一時的に増加したものです。株価は低めでロックアップもしっかりかかっておりますが、株数が極端に多い状況です。厚値はそこそこは伸びるかと思われます。 次に、トライアルホールディングスです。4月12日水曜日、東証グロースへの上場です。小売物流金融決済、リテールテックなど、えー、企業グループの持ち株会社です。会社の設立は2015年、主幹事は台場証券、そして三菱 UFJ モルガンスタンレー証券です。 想定価格は2000円。当選株数は2900万株です。IPO スケジュールは月曜日に当選発表、その後火曜日から購入申し込みになります。ロックアップは180日間かかっております。こちらが5年間の業績ですが、様々な会社の 持株会社になっているため期末や経常科目の変更が頻繁になされており非常に見づらい状況です2021年の利益の落ち込みこれ以外は売上も利益も順調に伸びているように見えます上場企業ではありますがさまざまな企業の集合,集合体であるために 特徴が非常ににかりにくいです。株価がやや高めで株数が非常に多く同じ日に ispace も上場するため発値、えー、はあまり伸びないかと思われ公募荒れのリスクもあるかと思われます次に ispace4 月12日東証グロースへの上場です 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業を行う企業です。会社を設立は2010年、主幹事は SMBC 日興証券です。想定価格は244円、当選株数は2500万株です。IPO のスケジュールはすでに抽選申し込みまでが終わっており、中明け月曜日に当選発表です。 その後、火曜日から購入申し込み。ロックアップはしっかり180日かかっております。こちらが5年間の業績ですが、売上と資産は伸びておりますが、赤字が拡大している状況です。宇宙開発という抜群の注目度ですが、株価が非常に低く、 株数が非常に多いため、発音は非常に読みにくいところですが、そこそこ伸びるのではないかと思われます。次にジェノバです。4月18日、東証グロースへの上場です。GNSS 衛星測位システムの補正情報配信サービスを行う企業です。 会社の設立は1997年、主幹事は大和証券です。想定価格は450円、当選株数は92万株です。IPO のスケジュールは、週明け月曜日から抽選申し込みが始まり、翌週、4月10日月曜日に当選発表。購入申し込みは4月11日から、ロックアップは、 180日間もしくは公募価格の1.5倍となっておりますこちらが5年間の業績です売上、そして利益、そして資産ともに順調に伸びている状態です事業面は非常に順調に伸びており GPS の誤差修正という事業内容は 今後も伸びが期待できるかと思います。株価は非常に低く、株数も多くありません。公募価格の1.5倍でロックアップが外れるという点は気にされそうです。厚値は公募価格の2、3倍いくかもしれません。次にエキサイトホールディングスです。4月19日、水曜日の東証スタンダードへの上場です。 プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SARS DX 事業を行う会社です。会社の設立は2018年、主幹事は大和証券と水保証券です。想定価格は1340円、当選枚数は100万株です。IPU のスケジュールは週明け月曜日から抽選申し込み、そして 翌週4月10日月曜日に当選発表。購入申し込みは11日火曜日からになります。ロックアップは180日間、もしくは公募価格の1.5倍です。こちらが5年間の業績ですが、売上は伸びているものの、利益はやや不安定な状況です。 ホールえー、エキサイトホールディングスは、ポータルサイトエキサイトで知られる企業です。株価も、株数もそこそこで、事業面もそこそこ、厚値はそこそこ伸びるかと思われます。次に何、えー、南海科学です。4月20日木曜日、総称スタンダードへの上場です。 化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売を行う企業です。会社の設立は1951年。主幹時は SMBC 日興証券です。当定価格は1660円。当選株数は72万株です。IPO のスケジュールは来週4月5日水曜日から 抽選申し込み。そして当選発表日は翌週4月12日の水曜日。購入申し込みは4月13日から。ロックアップはしっかり180日間かかっております。こちらが5年間の業績推移です。売上利益、資産、ともに伸びております。 塩水,の電気分塩水の電気分解により生成される火星ソーダが主力の事業であり、この点は IPO としては目新しさを感じにくいかと思われます。株価はそこそこですが、株数が少なく、かつロックアップもしっかりかかっている点は交換されるかと思います。厚値はそこそこ伸びるかと思われます。 次に楽天銀行です。4月21日、東証プライムへの上場です。ご存知の通り、インターネット銀行の企業です。会社の設立は2000年。今回、主幹事は非常に多く、大和証券、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC 日興証券、ゴールドマン・サックス証券が行います。 想定価格は1795円。当選株数は6300万株です。IPO スケジュールは来週4月5日水曜日から抽選申し込み。当選発表は4月13日。購入申し込みは4月14日から。ロックアップはしっかり180日間かかっております。こちらが 5年間の推移で、売上、利益、資産ともに伸びております。株価はそこそこでロックアップもしっかりかかっておりますが株数が破格に多い状態です。発値はあまり伸びないかと思われ公募割れのリスクも考えられます。 次に、デオスキャピタルワークスです。4月25日火曜日、東証グロースへの上場です。投資信託の設定、運用ならびに、販売業務、投資一人契約に基づく投資顧問業務を行う企業です。会社の設立は2003年、主幹事は大和証券と SBI 証券です。想定価格は1400円。 当選株数は370万株です。IPO のスケジュールは、4月10日月曜日から抽選申し込みが始まります。そして当選発表日が4月17日。購入申し込みは4月18日から。ロックアップはしっかり180日間かかっております。5年間の業績推移は、 売上と資産は伸びておりますが、利益はやや不安定な状況です。ここは業種的に相場の影響をう、えー、受けやすい業種であるからかと思われます。厚値はそこそこ伸びると思われます。次にスタジアムです。4月26日。 当初グロースへの上場です。営業支援、ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web 面接システムの開発、提供などを行う企業です。会社の設立は2012年、主幹事は SBI 証券です。想定価格は2220円、当選株数は17万,17万株です。 IPO のスケジュールは4月10日から抽選申し込み、当選発表日は4月17日、購入申し込みは4月18日から、ロックアップは180日間、90日,90日間もしくは公募価格の1.5倍となっております。<laughs> 5年間の業績推移は、 売上が伸びており赤字も縮小傾向ではあります直近の7月では黒字化を果たしている状況です株価はやや高めでベンチャーキャピタルの一部はロックアップが緩いものの圧倒的に株数が少ないため初値は高価格の1.5倍を超えるかもしれません 次にリッチアイです。4月26日、東証グロースへの上場です。AI、ディープラーニング技術のコンサルティング及び開発、共同事業、ライセンス、保守モデル、記者開発などによるプロダクトの提供、人工衛星データを活用した AI 解析ソリューションの提供を行う企業です。 会社の設立は2016年。期間時は SMBC 日興証券です。想定価格は1600円。当選株数は67万株です。抽選申し込みは4月11日から。当選発表日は4月18日。購入申し込みは4月19日から。ロックアップは180日間。 あるいは90日,90日間もしくは公募価格の1.5倍となっております。5年間の業績,業績推移の方は、売上利益、資産ともに伸びている状態です。市場の注目を集めやすい AI 関連の銘柄です。株価、そして株数、 共にそこそこですが、ベンチャーキャピタルのロックアップは緩い状態です。発値は公募価格の2、3倍いくかもしれません。次に発値予想です。こちらが10メーガーの発値予想を整理したものです。あくまで特段での発値予想です。IPO の発値はその日の時合にも大きく左右されます。 予想としては、リッチアイとジェノバは公、公募価格の2、3倍いく可能性があると考えております。そして、スタジアムは公募価格の1.5倍あたり、トランザクションメディアネットワークスと ispace、エキサイトホールディングス、南海価格、エオスキャピタル、このあたりは公募価格の 1.1倍から1.3倍になるのではないかと予想します。一方、トライアルホールディングスと楽天銀行は、公募割れのリスクがあるんじゃないないかなと考えております。4月の IPO についてお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。